はい、どうもこんにちは、水ニャンです。本日のサブチャンネル1本目の、動画になるんですけれども、NHK から国民を守る党並びに、ホリエモン新党の、立花隆さんがなぜ、日本第一党の、桜井誠さんのことを煽るのかについてでね、ここ1年以上 NHK から国民を守る党並びに立花隆ウォッチングをやっている、僕がですね説明をしたいと思います。でまずですね、立花隆と、桜井誠さんの、この、戦いについてなんですけれども、これはですね、参議院選挙で、立花隆さんが当選した後ね、ここからスタート、するわけです。はい。で、立花隆さんがですね、で竹島の問題について、言ったところですね、それに、噛みついたのが、日本第一党の、桜井誠さんです。はい。で、まあ立花隆さんと、桜井誠さんでこの2人はですね、まあ、対談することに、なるんですけれども、それからですね、ちょっとねちょこちょこ、なんかまあお互いがインターネット上で、まあ煽り合ったりとかするような、まあ、状況となったと。でまあ、今回ですね、まあ、東京都知事選挙で、立花隆さんも立候補し、そして桜井誠さんも、まあ、立候補、するということなんですけれども、立候補しているということなんですけれども、ただですね、去年の参議院選挙バリの、勢い、そしてその直後バリの勢いがもう NHK から国民を守る党並びに、立花隆さんにはないわけですよね。なので、まあ、そのなんとかそのインターネット上で、まあ、注目を浴びようということを、考えたときに、もう立花隆さん、ね、配信サイト出身でございますから、まあ、ニコ生、ツイキャス、フワッチやっておりますから、まあ、その配信者の、まあ、炎上商法みたいなのところに、まあ、近いそのメンタリティを持っていて、でそれのまあ真似事みたいなことを、まあ、やるわけです。でまあこれインターネットってそうですけど、こう誰かと誰かがまあ喧嘩をしてたりとかしたら注目度って一気にアップするじゃないですか。でもちろんですね、立花隆さんがまあその日本第一党の桜井誠さんを煽ることによって、で桜井誠さんの支持者の人たちは立花隆さんの動画を見てなんやこりゃって言ってまあ憤慨をして、で立花隆さんのまあツイッター荒らしたりとかで、まあ、SNS とかで、まあ、拡散したりとかして、で、まあ、そう否定的な意見を述べたりとかすると。で一方で、立花隆さんの支持者の人たちは立花隆さんに肯定的な、ね、意見っていうのを、SNS でこう流すということで、まあ、非常にその盛り上がりがこう出てくるわけですね。で立花隆さんは SNS でのバズ、そして、動画のバズり、これを狙ってで一定以上、まあ、ある程度、ね、インターネット上で支持を集めている、まあ、桜井誠さんに、まあ、噛みついたという、ところでございます。だから、まあそのまあ、思考としては、まあ、その配信者がやる、まあ、炎上商法みたいな、まあ、感じだったりとか、まあ、するわけですよね。で、まあ、立花隆さんがすごいですね、まあ、動画上で意味不なことを言ってて、でなんか戦うんだったら相撲でもいい、なんかボクシングでもいいみたいなこと言ってるんですけど、いやいやいやみたいな、お互い政治家なんだから相撲とかボクシングとかそういうこう物理的な話ではなく、普通に政策であったりとか、どうしたらこう都民の政策、あ都民の生活が良くなるのか、でこれ以上そのね、都が前に進むのかっていうねところで、争わなきゃいけないわけで、でそこでなんかあの相撲でもええ、なんかボクシングでもええとか言っちゃうところに、まあその NHK から国民を守ると、並びにホリエモン新党、そして立花隆さんの品性のなさっていうのが非常に浮かび出てますよねと。でまあその実際立花隆さんの支持者とか、まあ、N 国党の支持者とかホリエモン新党の支持者って、まあ、そんなもんでいいんですかっていう話ですよね。だって自分たちの生活が少しでも良くなってほしいからっていうことで、ね、政治家を選挙で選ぶわけであって、それなのに相撲で決着つけようぜ、なんかボクシングでもええでみたいなことをなんか言っちゃってる人ってちょっとね、おかしいんじゃないかなと僕思います。
まあ、なんでね、まあ、立花隆さんってそういうなのかっていうと、まあ、まともな政策ができないっていうか、まともな政策論を話せない人だからなんですよ。まあ、それはだってね、言ってますけど、まあ、本も読まないわけでね、まあ、そう、本も読まないし、でどこから情報を仕入れてるのか分かんないけどね、それはなんか勉強もしなかったらそうなるでしょうっていう話で、で、まあ、その不勉強なその政治家の人にあまりこう政治って任したところで、まあ、良くなるのかっていう話ですよね。あんま良くならないと思うんですよ、それはね。まあ、僕はだから、まあ、立花隆さんがなぜ桜井誠さんのことを煽るのかって言ったら、まあ、結局ネタが欲しいわけですよね。で、何かこう動画のネタ、そして再生回数が稼げるようなネタが欲しい、で話題にされたい、そうじゃないと、ね、NHK から国民を守ると、そして、ね、ホリエモン新党というのは支持母体がないから、ね、どん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 、規模が縮小していくんで、だから忘れられないように、まあ、なんとかしたいみたいな感じで思ってるわけです。で、まあ、実際ですね、まあ、インターネットでのこの支持っていうのが、じゃあどれぐらいこう投票行動に結びつくかっていうと、まあ、そんなに、まあ、大きい割合を占めるわけでもなく、まあ、ごくごく一部だったりとか、まあ、するわけですね。まあ、日本にいるそのほとんどの有権者っていうのは非常にこうまともな思考をしていて、で、まあ、そんななんか炎上芸とかに引っかかったりとかするような、まあ、人じゃないわけですよ。まあ、ただこう残念だったのが、まあ、昨年の参議院選挙でですね、まあ、その立花隆に、まあ、騙された、まあ、2% の人が、まあ、いるわけで、まあ、それはそれでしょうがないんですけど、でもまあ同じ過ちを、まあ、繰り返さないようにすれば、まあ、そこはそこはいいわけです。そこはそこでいいわけで、だから今後ですね、まあ、NHK から国民を守る党並びに、まあ、ホリエモン新党が、まあ、その2度目のこう国政政党、ね、チャレンジいけるかって言ったら、まあ、チャレンジをしたとしても、まあ、国政政党になることがない、まあ、2% を取れるわけがないという話で、で、まあ、そのじゃあホリエモン新党って名前になって、じゃあその堀江貴文さん その意向を借りるけれども、結局まあホリエモンとはまあ非常に無関係な関係、まあ、無関係な、まあ、そのね、政治団体であるってことが、まあ、だん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 、まあ、明らかになってくるし、で、まあ、結局高齢者の支持とかも、まあ、ろくに得られないと。で、若い人の支持を得たいと思っても、若い人も、まあ、NHK から国民を守る党とかであったり、でそのホリエモン新党であったり、立花隆のことは知ってても、いやちょっと待ってって、なんか、うん、こんな人とかに、まあ、入れたところで自分の生活なんか変わんないからって言って、で、まあ、敬遠したりとかするわけで、まあ、あんまりこうね、意味がなかったりとかするわけで、まあ、結局なんかその桜井誠さんのことを、まあそのね、まあ、オカマだのなんだのね、まあ、その動画上で煽ってるけれども、それってもうただの差別主義みたいなもんで、じゃあ別になんかそのオカマだから何なんですかっていう話だし、じゃあそのオカマじゃなかったら何かあるんですかって話だし、で結局 LGBT の人たちが、まあ、一番その嫌うような、まあ、アウティングみたいなその行為っていうのは、完全にもう逆効果だよねって。だからまあその動画って結局じゃあ見てくれる人はたくさんいたとしても、じゃあその動画にこう賛同してくれるかどうかっていうのはまた別の話で、まあ、YouTube っていうのは高評価欄と低評価欄っていうのがあるわけなんだけれども、まあ、実際立花隆さんの、まあ、その動画に関しては低評価の方が数を上回ってるわけですよ。で、まあ、その高評価低評価だけで、まあ、支持不支持っていうのを鮮明に明らかにすることっていうのはできないんだけれども、まあ、多分そのあの動画を見た人っていうのは、まあ、桜井誠さんのことが好きじゃなくても、いや立花隆はちょっとなんかないわって言って、まあ、ドン引きしてると思います。で、まあ、僕はですね、正直ね、まあ、今回の東京都知事選挙っていうか、まあ、これからもそうなんですけど、まあ、そのね、立花隆以外の候補者の支持者の方々は僕はみんな仲間だというふうに思ってます。やっぱり、まあ、どの国政政党であろうが、まあ、どの国政政党よりも本当に NHK から国民を守る党っていうのはダメな政党だと僕思ってるし、でどの政治家よりも、まあ、多分立花隆っていうのはダメな政治家だと思ってるので、まあ今後ね、立花隆がまあ選挙にこう勝つことは、まあ、方法ないとは思ってるんだけど、ただやっぱりね、国政政党である以上、我々のこう税金がつぎ込まれているという、まあ、現実もあるんで、まあ、僕自身はですね、こうやってまあ監視し批判し、でこれからもですね、動向ウォッチ、していきたいなというふうに思ってます。まあ、なんでね、まあ、何度も言ってるんですけど、日本第一党の桜井誠さんの支持者の方々は、まあ、立花隆なんか、まあ、相手にしてもしょうがないですし、
で、まあ、桜井窓さん自体は、まあ、僕と考えは違うところが、まあ、多数ありますけれどもね、まあ自分がこうしたいああしたいっていう、まあ、一つのこう理想を掲げてちゃんと、まあそうね、選挙戦を戦われてると思うので、まあ、ただのなんか炎上商法であったりとか再生回数稼ぎたい注目浴びたい、まあ、そういうなんか、タイプのね、まあ、立花隆と絡んだところで、まあ、何もいいことはないんでね、だからまあほっとくのが、まあ、基地じゃないかなというふうに思ってます。まあ、立花隆はですね、まあ、そのこれからもね、まあ、桜井誠さんのことを煽り続けるとは思うんですけど、ただただですね、まあ、煽ったところで自分の株逆にこう下げていってるだけだと思うし、なんだかんだで、まあ、立花隆さんと、まあ、桜井誠さんの支持層って、まあ、被ってるところもあったと思うんですよ、かつては。まあ、反メディア的なところでね、で被ってたところあると思うんだけど、ただやっぱり、まあ、その桜井誠さんの支持者の方がやっぱ結束力ってネットで見てると硬かったりとかするので、そういうところにわざわざなんか一騎当選でこうね、あの喧嘩、まあ、挑みに行って、でしかも喧嘩の売り方もすごいなんか小学生みたいな喧嘩の売り方して、で完全ね、自滅しちゃってるのが、まあ、立花隆なんでね、まあ、これからも、まあ、そういうですね、まあ、自分から喧嘩を売りに行って、でやり返されて自滅するっていう、まあ、立花芸ってこれ呼んでるんですけど、まあ、これからもですね、まあ、どんどんやっていくと思うんですよ。ただ、まあ、正直立花隆さんのことを応援してたりとか、まあ、立花隆さんのことを支持してる人っていうのは本当にもう日本国民の中でも、もう 1%2% とかもそんなレベルなんで、まあ、かなりのこう同マイノリティなんですよ。でかなりのこう同マイノリティだからって言って、じゃあそのね、バカにしていいのかって言われたらそれは違うんですけど、僕はマイノリティの人たちをバカにしてるんではなくて、まあ、NHK から国民を守る党であったりとか、あと立花隆であったりとか、堀江門新党みたいな、それ反知性的な考え方っていうのがダメだと思ってるので、まあ、このようにですね、表現させていただきました。ということでですね、もしこの動画を見ていいと思った方は、グッドボタンと、あとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、水ニャンでした。じゃあね。